よく考えたな、これ。<laughs> クジラがブラキオだもんね。パッと見、クジラの、なんか面影全然ないよね。タイタンキング、ビーストキング、ジュラシックキングと来て、ブラキオ、エンペラー。オタファの秘密基地。オタファの秘密基地。あ、におかせよ、オタファ、イミニだ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するのはこれだ。 お隣、韓国。パワーレンジャーアニマルフォース。4号ロボの、ブラキオエンペラーだ <laughs> おお、全国のガンゲロウ集結せよ早速行きましょう韓国ではパワーレンジャーアニマルフォースと言い,い、日本では、そうです。動物戦隊10王者。これの韓国版が2017年に放送されたんだけども、どうやら結構人気があったようで、定期的に再放送されてるんです。で、その再放送のたびに、 新規のね、ガングが発売されてたんですね。基本的には今までリカラーアイテムです。1号ロボのタイタンキング、2号ロボビーストキング、3号ロボのジュラシックキングと来て、ブラキオエンペラーが今回発売となったわけです。いや、すごいな韓国すごい優遇されてるし、まぁ、あ、1オージャーというか、も、ま、う、あ、これがすごく今でも人気があるっていうのめちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、これね、玩ングオリジナルです。劇中には登場しないんだけどね。ジュウオージャーではキューブが数字でした。 この韓国オリジナルの、そのキューブはアルファベットなんですね。今回のブラキオエンペラーは J。そしてね、さらに、そしてさらにもう一つ、キューブアンモナイト。あの、タコのやつですね。キューブオクトパス。それのリカラーアイテムがね、発売されました。だからね、これでキューブコンドル以外のものは全部出たって感じです。で、これはね、特典ですね。キューブペンギン。これもね、あの、もら、あの、ついてきましたね。 まあこれは順次レビューするとして今日はこれを見ていこう日本では動物合体ドデカイオウですねドデカイオウのリデコアイテムになりますそうです全合体これでもねできますその名もビーストジュラシックブラキオキングはあーこれ早く合体させたいですねまあこれは次回の動画でちょっと一気にあの合体させるっていう動画を作ろうかなと思いますさあそれではまずは キューブモードからじっくり見ていこうじゃんキューブモードです。でかいですね。ドデカイ王の時もでかいなと思ったんだけど、まあ、それのリデコだからね、でかいです。そう、これリカラーじゃなくてリデコなんです。一部造形が違ってて、ドデカイ王とはね、この頭部になるここら辺と、あとはね、他のパーツが一部違うんだけど、それは後でね、紹介したいなと思います。さっきも言ったようにアルファベットなんだよね。J。ここね、ゴールド字に。 黒い文字で J ですね完全に新しいカラーパターンとなっていますここもね新しいですあいいねこのキューブキューブをバックに J って書いてありますねあとはこのキューブブラキオエンペラっいう名前がかっこいいわどでかい用のキューブモードと見比べるとこんな感じこの新規造形のパーツのここら辺が違うっていうのとこっちはね10になっています それ以外は造形は同じです。カラーパターンとかね、やっぱちょっと違うかな。細かいんだけど、ここは本体カラーのネイビーブルーになってるんだけども、こっちのドデカイオーは特に色がなかったりとか。だからカラーパターンもね、違うんだよね。後ろから見るとこんな感じ。動物のレリーフ型になっています。こっちはその上からシールだね。どっちも捨てがたいな。両方いいですね。こんな感じになってます。 さあ、造形変更ポイント。これも比較で見ると分かりやすいんだけど、元は海洋スピアというやつでした。ここ押すと、こう、こういうね、ギミックがあるんだけども、この先端部分がね、変わっています。ブラキオスピア。ここ丸々新規造形なんだよな。いいです。し,しかもね、ちょっと長くなってます。で、ギミックは同じですね。こういうやつになってます。 ドデカイオートの比較はこんな感じ。じゃんアルファベット A から J まで。ウェポンのやつはびっくりマークで統一されてます。いや、こうしてみるとすごい。賑やかですね。さあ、そしたらね、アニマルモードに変形させましょう。やり方は、ドデカイオート同じですね。このブラキオスピアを、ここにセットすると。これがね、鍵穴になってるんですね。これをこのまま刺して、押し込むと、せー、あ、ちょっと待ってね。ちょっと引こうか。 せーの。このようにね、後ろのロックが外れます。で、ここがポイントなんだけど、ブラキオスピアの先端。これが取れる。これがここに来るわけですね。このように取り付ければ、変形完了これがブラキオエンペラーの、まあ、ブラキオモードというのかな美、えー、恐竜モード。よく考えたな、これ <laughs> クジラがブラキオだもんね。ぱっと見 クジラのなんか面影全然ないよね。スーパー戦隊シリーズの中でとにかくでかいっていうイメージがあるこのブラキオサウルスをこの最後の4号ロボに持ってきたっていうのが本当にすごいです。頭部のアップ、このようになっています。目がグリーンになってるんですね。これが良いアクセントになっています。このようにコロうこもできます。キューブホエールとも比較しよう。 あ、キューブホエールか。そっか、名前が変わるってことは、キューブ、キューブブラキオかな。クジラが潮を吹いてるものに見立てるてるのに対し、まあ、首回りが、このブラキオサウルスのね、うん、ここに頭部が来てるっていうのが本当に面白いデザインです。ホエールの目元がここにあるんだけど、まあ、同じ色味になってるんでう、うまく隠れてますね。この韓国オリジナルのこの玩具、 色ですごい見立てるのうまいんだよな。ライオンをウサギにしたりとか、よく考えたなっていうのがね、多いんです。さあ、そしたらね、最後はブラキオエンペラーに変形させよう。これも基本的には、ドデカイオとほぼ同じなんだけど、一回この首元のパーツを外し、元に戻す。この状態からスタートします。一回起こす。こうですね。そしたらこれを回すと。せーの。 じゃんこれで腕と頭部一発展開します。これ引き抜いたら、これをね、手に持たせれば。変形完了ブラキオエンペラード <laughs> おー、見事に変形しましたね。これ素晴らしいのは、あの、シルエットはどでかい王なんだけど、ブラキオって言われると、あ、確かにこれ恐竜のモチーフのロボットかなっていうのがね、あの、伝わるんだよな。 これはよく考えたなぁと思いますね。正面こんな感じ。後ろ。早速、新規造形の頭部見ていこう。ドデカ用の時は鼻と口があるタイプだったけど、これはマスクタイプだね。かっこいい。あの、プロテクトガードみたいなあ、ネイビーブルーのパーツの奥にマスクがあって、目はメタリックグリーンになってます。それから上半身のアップですね。ここら辺のカラーパターンがドデカ用と全く異なっています。 この商品に使われているゴールドの色もすごく綺麗で青金っていうやつだね青みが結構強いゴールドになっていますでこのギミックもね健在ですこれ手に振動が伝わって気持ちいいんだよね可動は腕のみドデカイオの時と同じですね男の8クリックそしてドデカイオと比較、まあ、さっきあのお伝えした通りの部分がだいぶ違っています そうだねまず目を引くのがこの胸部だね胸部のパターンが全然違うここはよく見るとブラキオサウルスの頭部を模しているのかなと思いますねなんだろうなどでかい王は水は水でもな,な,なんかこう市民プールみたいな <laughs> あのそうだねちびっ子から大人まで楽しく泳いでそうなプールって感じなんだけどこのブラキオエンペラーの方はなんかこうい,たいてつくもう弱肉強食の時代の 厳しい世界の海っていう感じのなんかこうダークな感じがするよね <laughs>。どうだろう。キューブっていうなんかそのモチーフで言うとなんかこっちの方がカクカクしてて。うん、なんかそれっぽいんだけどな。でもなんかどっちもいいな。このブラキオスピア長くて。うん、これもいいんだけどね。両方かっこいいですね。ドデカイオの顔は目鼻口があるタイプですね。これは頭のザバーンのところに特徴があります。そしてブラキオエンペラー。 さっきも言った通りマスクタイプになってて目はメタリックグリーンか。これはこれでかっこいいしな。じゃーん最後は比較ですね。タイタンキング、ビーストキング、ジュラシックキングときてブラキオ、エンペラー。そうだね。やっぱエンペラーのだけあって。一番でかいですね。この中でもね。それから他のウェポン。というわけでね、次回は全部で。だから14個のキューブが合体。 ビースト、ジュラシック、ブラッキオ、キングか。名前、こう見ると覚えやすいな <laughs>。全合体を紹介します。まあ、足掛けね、緩やかに5年ぐらいかかってんだよね。だからまあ、おさらいの意味も込めて、一回ちょっと全部変形形体させつつ紹介していこうかなと思います。次のレビュー、楽しみにしててください。一通りの遊び方は、こんな感じ。 今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。おー、たタファー全部が合体した状態が楽しみだな、とか。新規造形パーツがあるの、気合が入ってていいね、とか。あー、たタファー僕は今こんなおもちゃで遊んでるよ、とかね。あ夏休みこんな風に過ごすよ、とか。<laughs> などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。 それでは次のビーストジュラシックブラッキオキングのレビューでお会いいたしましょう。おたおでしたまたねー <music>